れ様ありがとう。見て帰り道下間いつもえなくんはバニラフラペチーノ、マーク見せちゃダメやな。な、丸がやった疲れなく、ね、チョコよりもバニラ派なんですよね。あとね、なんかね、最近ママが飲んでてアフォガードやったっけね、なんかコーヒー系の味、なんか前までコーヒー無理と思ってたんですけど意外と飲めるようになった。豆乳派、うん、猫全開。苦いチョコ好きよ。なんかね、チョコ味っていうよりもチョコの単体が好きみたいな感じ。わかる？伝わるかな？こんばんは、世間です。こんばんは。さっきマックス 4D でのやつ、鬼滅の映画見てたんやけど、普通に見るより楽しい。ほんまに？なんなんそれ。ワイレンズから来ました、ありがとうございます。ユナナの下は子供です。めっちゃユナさんにユナくんの千秋楽の感想言って、ユナさんなんて言ってました？ユナナかまんかまんは、昨日配信見れなかったか、癒される。代表が愛知通りかっていうかのマイティが配信中。ナンバトルの密着見てくれました？こんばんは。アップル版の方だけど、ママメありがとう。今日なんかね、アップル版の方もあれやね、投票権つくようになったやんね、多分。つきましょう。こんばんは、ピオラ。ハロハロ、キャッチフレーズいきますね。ユナってなんなん、ユナなんなん、みんなの夢なんだかにも。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のユナのこと徘徊なんです。よろしくお願いします。歌詞覚えた、覚えたよ。さすがにあれはね、なんかあの時はほんまにこれやらって親父がもうすぐやったんで、ちょっとね、そんなの記憶力ダンス覚えのね、心配ごめんなさい。はじめまして、何時になったらユナの歌を教え、何時自己出していい感じ。朝さ、眉毛描いておかしくなったじゃないですか、覚えてますか、朝のこと。けどさ、レッスン中にメイクが全部落ちるっていうね。ちょっとなまってまず。アノンさんがついたユナとツタのでね、ねユナの、はい、乗せてくださってたみたいな、ありがとうございますアノンさん。アノンちゃん。ピオラ。超絶可愛いな先輩メンバー。あの7期生ももちろんですけど、最高すぎて大好きです。
もうなくなっちゃった。毎日受験ですよ。なんかまだあるのに。もうさ、飲み始めたらさ、一瞬でなくなっちゃう。早く公園来て一緒に時間待ってね。ありがとう。やおこんばんは。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 ここらいつも初見です。うん、あの練習終わってから行ったんです。うん、たまにさ、このずっとさ残ってる人いるじゃないですか、ずっと置いてるみたいな。 YNN で笑いすぎてピューラハウスに落ち着きました。え、 YNN で言うのなんかおもろいことしたっけ。うん、あれか、 YNN で今日なんか他の番組だったってことね。今日もいっぱい質問しました。カーディガン可愛いでしょ。ナンバトル公演申し込みした分2連敗。え、もう登録出ました。春坊さん、タコさんありがとう。チューチュー太郎タコさん、アバターがタコになってるよ。てかなんか寒なってきたよ。今さら気づいたけど、あったかいのにしてよかった。最後ちょっと残ってる、飲まれへん。猫だしかわいい、ありがとう。寒なってきた、ちょっとロゴ見えてた。危ない危ない。なんかホットっていう選択肢なかった。ホットホットあんま飲まへん。熱視線送るからありがとう。嬉しい、お疲れ様でした。ありがとう。こちらも冷えてきた。温めてあげよう。パク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 。温まった？いつもは結構期間限定飲むこと多いです。たまたま今の配信見ただけなので毎日が嬉しい。頑張ってる声の評価厳しいよね。ハレボーさん、またまた、タコさんありがとう。タコさん、ワデコピーム気持ち2回も見てきたけど、やっぱり泣ける、泣けるよな。みんなもめっちゃ泣いた。この時期寒いからホット？いいのもホットしたよかった。心が冷えてきた。皆さん温めて。投げる目がなくなりました。自分投げてる。ゆってぃさんかわいい、ありがとう。うーん、調子かわいい先輩全然厳しくないです。めっちゃ甘やかしてもらっちゃってます。皆さん優しい優しい。かのちゃん、ハートありがとう。寒いギャグなら言えますが、どうします？いや、寒いから。
ゆうちゃん、ハイトの3年でありがとう。鬼滅見て煉獄さん、なんかそれまでなんかさ、あのアニメの方の煉獄さん見たけど、なんかよくわからんキャラやったけどさ、映画でいいキャラになりました。今日何か面白いこと、あ、そうだ、3週間ぶりくらいにピピと会ったんですよ、アイピちゃんと。ちょうど前後やって、練習場のね、使う時間がたまたま。キタちゃん入ってありがとう。それでね、鬼滅見て煉獄さんのモチーフのグループ、嫌なんじゃなくて、そう、3週間ぶりぐらいでさ、ママの家なのに温かくないもの出して、優しい。そうそう、で久しぶりピッピーって言ってめっちゃ嬉しかったです。まっちゃん、だるまちゃん、ありがとう。なんか落ち着くんですよね、ピッピーは。同い年やのになんかね、話がめっちゃ合う、ほんまに。好きなものとかも似てるしね、可愛い景色やし。確かにあんまりアピとなんか一緒に行ってる写真とか載っけてないかもしれないけど、意外となんか2人でおる行動、2人でってありますね。今日は仕事やから見てるだけで分かりました。あ、精力いっぱい、アンパンありがとう。可愛い系好きな君が好き、いえ、一緒に逆に写真撮らない、確かにあんま撮らへんかった、今日撮ったのでね、載せたいと。見た感じアイピーと合わなさそうなイメージ、ほんまに。でもなんかアイピーはなんか皆さんが多分思ってるよりも、あの100倍というか100倍いいこと思います。なんか MC とかではさ、結構突っ込んだりしてくれるから、なんか気強そうなんかのこの子って一瞬見えるじゃないですか、けど全然そんなことなくて、逆になんか甘えてちゃんで可愛いアイプピですよ。皆様グループ、あのクマちゃんのやつね、ピピちゃんもイナナの、あのそれな、なんかさ、イナと仲いいのにさ、ピピちゃんさ、なんかさ、あの MC 中もさ、なんかマイティー好きとか言ってさ、のイナの話してよって感じなんですけど。ちょっとなんかいつもさ、なんかマイティー好きキャラをさ通してるじゃないですか、うんって感じて。ラッチさん、アイスクリームありがとう。チャンネルなんかな、ピッピ、ちょっとどうにかして。アイピーのマブメのユナなの見たことない、65日連続配信、イエーイ、パチ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 。晩ご飯ゴーヤチャンプル食べながら見てる、ゴーヤチャンプル苦くない、てかクマちゃんいますね、ブルドッグですね、どういうこと、
ブルドッグのくまちゃん、こんばんは、遅くなってきました、こんばんは。7期生の中ぶっちょぎり、ぶっちぎりフォロワーさんの、ほんまにショールーム、ほんまに1位でした。嬉しい、嬉しい、皆さんのおかげです、ありがとうございます。何でも一番は好きなので、これからもショールームを頑張って一番を貫き通したいと思います。パチ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 、あのクマさんみたいなお店の看板ブルドッグ、そうなんや、2位に400人さん、すごい、なんでそんなの分かるの、丸ガム一番その一番ちょっと嬉しくないかな。あー最後飲めなかった、ピュアラに寄り添ってとか新規感出て嬉しい、飲めない熊やったらお店の、そうなんや、熊怒られちゃう、カイカが一番、やったー、ピュラニさんにとったらユナが一番かな、嬉しい、抹茶いつもなんかさ、なんか抹茶ってさ、なんかな、苦いじゃないですか、だからさカロリー低いんかなって思いきやさ、バニラの方がカロリー低いって言ってました、抹茶より、なんかそれやったら無理して苦さないやつでいいかなって思っちゃって、バニラにはまることになりました。ナナが一番かい、ありがとう、なんか苦さがある代わりにカロリーも低いよとかやったら許すけど飲めやくんかえ、ありがとうございます。今日の雑学のコーナー、うん、今まで出会ったアイドルなんか一番のタイプ、嬉しい、今までさ、何人のアイドル見てきたよ、嬉しいな、愛してのこと、うん、あの某スターバックス店のフラペチーノのこと、抹茶も好きやで、抹茶も好きやねんけどな、みんな好き、やった、びっくりびっくりびっくり、バニラは白いからカロリーゼロ、抹茶許してやってください、ビューライト、いろんな意味で酔ってるどういう意味、なちゃんの可愛さ、赤ちゃんがね、本当にわんわんわん、抹茶をお茶としてならカロリー低い、叱りました、狐を叱、ちゃんとあの狐を鹿なんて言ってあげないで、ユナが雪だるまって言われてるのと一緒だよ、ユナ君の身長ってご利益、なんでなんで、うちに住んでいるので家の近くのお茶屋、いいね、お茶大好き、バニラの甘い香り、バニラ、バニラね、美味しいよね、前髪ないのもかわいい、ありがとう、え、なんなんならの味、おいしい、抹茶しか勝たんと、あ、けどあれ好きやで、抹茶、抹茶の
グリーンティーは普通に好きよ。もともと苦いものをお菓子として甘くして、そうやな。ほうじ茶だって大好き。ほうじ茶おいしい。3月 NNB の振り返り握手会のあるけど、7期生が参加しないから参加。えなしか硬いもんな。マックシェイク？バニラかな。何でもバニラかな。苦い抹茶、全然いけるけど、なんか苦いくせにカロリー高いのはどうかと思う。抹茶アイス、抹茶アイス食べるなら小豆バーがいいって思っちゃう。ね、なんかまんかまま、いちごミルク、いちごミルクを飲むならあれやな、自家製のがいい。あの自分本物のいちごと豆乳とかであったりと、あのなんかいかにもさ加工の味がちょっと苦手やね。ブラックコーヒーしか勝たん。ねなんかまんまピヨピヨピヨ、苦いは敵。あけどね、カカオ高いのは食べれる。チョコレート美味しいってなる。そういう苦さはいけるな。はじめまして。大福とショートケーキ、迷うね。けど意外とショートケーキよりも大福かな。好きな炭酸、炭酸あんま飲まないんですけど、炭酸飲まないですよね。味覚おこちゃまなんだと思います。我が家には砂糖もミルクもない。豆大福なく、ブラック飲めないですよ。あんこはね、粒あんかな、粒あんが好きです。てかよく考えれば毎回食べ物ね好きだもんね。最近悩んだら両方食べてる。コーラが好き。シェナナブラック飲んだっけ。わかんない、多分飲めへん。お姉ちゃんめっちゃ甘党やから飲まへんと思うな。あんこが大好きな、ね、なとても好感、もう本当にあんこ大好きよ。コーラ飲みたくなってきた。きなこ団子、何それ。一番ハワイ以外、こんばんは。白あんも大好き。こしあん、こしあんも大好きよ。よもぎ餅最高。よもぎ餅しか勝たん。おいしい。わなみえや紅白絶対飲まれんと思うけどね。赤飯食べられないんだ。赤飯のね、あの豆が無理なんですよ。あれってあんこの豆と違うよな。一緒やっと共通点見つかった。自分のこと言うな。無理、面白い。えなくん和菓子も好きよ。だって日本だもん、日本人だから。あ好きだからあんこと一緒なの。もみじまんじゅう好き好き。今日は食べてよ。無理、ほんまに全然大好き。知らん無理なの。
なんかさ、まあ、たこ焼き食べれるんですけど、ボレットピヨカツ、たこ焼きピヨカツ、微妙ですね、三角で。今日 NNB のショップ行って、いや生寿司買ってきて、めっちゃかわ、いやでも買いたかった今日。 じゃあ洋菓子と和菓子、迷うな、それは。けどやっぱシュークリーム買ったんしな。東くん、花束ありがとう。そうなんや、赤飯、なんか赤飯さ、なんか豆余計じゃない？ はい、豆ちまんじゅう。けどなんかミルクまんじゅうあるじゃないですか。あれ一回食べてみたいなってずっと思ってるんですけど。全然いかなくて。シュークリーム、ホイップクリームがある。ホイップクリームなしの多いの。生クリームよりもカスタード派で。ミルクまんじゅう。石焼き芋。で、昔お店来ましたね。家の近くとか。皆さんの家にも来ました？石焼き芋、お芋。カスタードシュークリームピュアカツ、そうだよ。何やったっけ、めっちゃさ見たことあるち、なんて読むでしょう。小笠原、ミルクマージュの工場見学ってできたて、ミルクマージュの工場見学行きたい。小豆島か。ちょっと難しかった。 ラーメンよりって麺ふやけへんの？どうやってあるの？最近聞かない。言うなけどさ、昔冬になったらよく来ててんけどな。最近聞かないな、確かに。で、公園で遊んでて、いとこがお姉ちゃんの3歳上で、お姉ちゃんといとこと3人で遊んでて、なんかね、そこの公園で昔仲良くなった子がいて、でちょうどそこに石焼き芋さんが、焼き芋売りが来て、食べたいと思ってたら、いとこがみんなの分をおごってくれて、嬉しかったっていう思い出ありますね、焼き芋思い出。ポン菓子とかも売りに来てたの？小豆島生まれのたこ焼きです。これから高速運転するので、気をつけて運転してね。女子はなんで芋菓子？女子しか好きじゃないんですか？皆さん好きじゃないの？意外と荷物高い。いくらやったっけな？ 1 個300円ぐらいじゃなかったですか？多分。ココナちゃんがたこ焼きの絵を描くのが好き。そうなんですか？好きなココナちゃんが好きです。大学芋って今どう違うの？あれか、大学芋ってあのなんかあれやんな、甘いやつ。
かぼちゃの方が好き。かぼちゃのタルトとかも大好き。やな、絵得意じゃないです。いつも美術の点数悪かった。ママはめっちゃ良かったらしいけど。東くん、たこしゃんありがとう。たこしゃん、たこしゃん、たこたこさん、たこさん。バイオエナナが好き好き。エナはピュアライが好きです。焼き芋と焼きとうもろこし、どっちも好きけどな。けどとうもろこしは焼かない方が好きやから、茹でる方、焼くというより茹でる方が好きやから、焼き芋かな。なんなんですけど、焼き芋めちゃめちゃ多分それそれそれ、なんか一緒にさ、何かと思ったね。ミルクまんじゅうのギフトってない。絶対ないよ。ココナさんはあきら先生たまに話す。そうなんですか。好きなお団子、みたらし団子も好きやしけど、よもぎ大好きやな。やっぱりやっぱり売ってたらよもぎ選んじゃうな。晩ご飯食べました。かぶりつく派、粒を取って、なんかいつもなんかコーンだけのやつかぶりつくか。みたらし甘いのが好き。醤油、甘醤油って感じ。ごま団子、ごま団子美味しいやな。ごま団子好き。団子全部大好き。だって団子三兄弟ポッポーだばんやな。皮がまんまるやから、団子は友達やからね。ラッチさん、豚バラさん、ありがとうございます。みたらし岐阜の飛騨地方は醤油つけたみたい。へー、団子食べるから顔がね。何よ顔が。今が焼き、たまに食べたくなる。何何、今が焼きって、なんか今川っていうさ、将軍いてましたよね。今川義しごま団子ピューカツ、ごま団子って、ごま団子多分中華料理。ホラーしました、ありがとうございます。ペコリペコリ。団子食べて、つばさくん、東くん、東くん、アイスクリームありがとう。今川義し、あ、合ってた。頭の岩川、今川義元か。いやな、大好き、ありがとう。戦国武将ね。今日までのイトライブでバイバイ。いやな、こんばんは、早くお焼き。いやな、今日も配信ありがとう、ありがとう。こちらこそです。ちら。ピーヨラ。いや、なんか丸が開けてかわっち、嬉しい。ハルボーちゃん、チューチュー太郎、タコちゃんありがとうございます。チューチュー太郎、チュー太郎、チューチュー太郎、チュー、織田信長に倒された今川義元、おが、あ、桶狭間の戦いね。ハルボーさん、千万両ありがとうございます。設計配信なんかなんかこれなんかでごめん、大丈夫ですよ。ねなんだ、好き。大河ドラマも来週、良い本能寺の変。おお、飲みよくん、チューチュー太郎ありがとうございます。
ちゃんなん大好き、ありがとう。なんか本能寺の変とは、本能寺の変、え、本能寺の変ってさ、織田信長、織田信長が、えですよね。自殺したやつですよね。違う？あれ何やったっけ？で、あれですよね。ちょっと、そう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 。やばい、あの歴史とか全然覚えてない。なん大好き、え、あれって自殺じゃないの？なんかさ、燃やされて殺される前に自分でさ自殺するって言うくないですか？じゃ自分で燃やした、なんか将軍ってそういうことするんですよね。自分の首を取られたくないからね。本能寺の変、どこもやな。ピピがインスタライブでほんまに自害ね、自害。もうみんな歴史詳しいんだから歴史は繰り返されるってなんかありましたよね。いらないは理系と、みんなちょっと歴史やめよう昨日の晩ご飯すら覚えてない、5、6年前のことなんか覚えて、それなーっていうのも全然覚えてない。昨日の晩ご飯何やったっけ、思い出せない。毎日をただがむしゃらに生きているから今日あなたの目は輝く星の光のように美しい。なんてロマンティックなコメントなのありがとう。俺のいい親子どうやった？本日の名言いただきました。イナナゴベルの公演の振り付け、確かに振りを覚えるの早いかな。ゲスの声抜けるのも早い。だからもう毎日ずっとやらないと。イナナが好きなパンは？ガーリックトーストも好きやな。今配信してる子は誰や？みー、最近どんどんイナナマにハマってることに気がついた。ピューライン仲間に、おー嬉しいです、ありがとうございます。ハロハロキュン、ハロハロキュン、ハロハロキュン、キュン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 。ユナナ今日も可愛すぎてびっくりびっくり。ピオラがバレバレだって。まだミオナ通知来、みんながコメントでそう言うからみんな行っちゃうんだよ向こうに。ようちゃんハートありがとう。めちゃめちゃかわいいなって言ってくれて。ピオラ少し離脱、しかもてバイバイ。
同い年の子が配信してるなら見に行くしか。同い年？可愛いってコメントしか出てない。ミュウなんて同時視聴、なんでそんなに嬉しい。ありがとうございます。ピコリピコリ戻ってきて、お帰りなさい。ミュウなんめちゃめちゃ可愛い、ありがとう。明日はね、多分全身筋肉痛な気がするんですよ。もう帰り道階段降りるだけでも足が痛かった。ぺっこり45度、ぺっこり90度、ぺっこり30度。かわいいの声、土日あればみんな、ね、ごめんね、平日しかないみたいで。パクパク、ニナナ寒くない、大丈夫、さっき寒い、大丈夫だよ、ありがとう。東くんハートありがとう。筋肉痛のケア、なんか筋肉痛の日ってなんかお風呂浸からん方がいいって言いますよね、あんまり長い時間。どうしようかな、筋肉痛のケア何したらいいんやろ。何もしてないけど、ようちゃんハートありがとう。おでこでこゆなな、マッサージはする、翌日まで筋肉痛、持ちこす、めっちゃ持ちこす。こんばんは、最近寒くすぎて夜走りに行けないから、再開した時筋肉痛。すごい走ってた、さすが、やっぱ体重が軽い人は努力してるのかな、走ったりいうのもしないと。かわいすぎてやばいよやばいよって言ってくれてる。筋肉痛すぐ来たらまだ分かった。すぐ来た、めっちゃすぐ来た。走っても走らなくても体重変わらないのよ、これが。さあ、せ俺も、いやいや、家でも全然走ってない。いいのも汗汗やわ。まあけど健康にいいのかな、走ったりしたら。なのでピオラーさんには長生きしてほしいので、皆さん走りましょう。なんかさっきからようちゃんが永遠にハートをくれる、ありがとう。いなくのキャッチフレーズが可愛すぎるので、何でも聞きたい。かぐやさんもハートありがとう。ピオラランニングねできるけど、なんかね最近なんか全力疾走してもなんか全然疲れなくなって、なんかあるかな、体力というか。みえちゃんとか、あーもう、ちひれっちさん、豚バラさんありがとうございます。ゆなん大好きありがとう。コークのキャッチフレーズは、小春日和にキラキラ笑顔のコハタンみたいな感じ。すぐ気付きれしてどうしようかね、公園で体力つノー、ゆなの仕方ありがとう。全然方法、多分さ、マスクしながらずっとさ、レッスンとか、マスクしながら公演曲まるまる踊ったりもずっとしてるから、
だからかな。ね。低酸素トレーニング。今日はね。今日寒くてさ、タイツ2枚履きでさ、レッスンしてました。じゃあもう最後らへんめっちゃ暑かったけど、ダンスかってやっぱり踊ってたら、うん、まあ一応有酸素運動、運動になるのかな。明日意見頑張ってマスクしながらしてたら、いけば、いや、なんかけどもう慣れたみたいな感じ。バッティングセンター200球ってすごっ。バッティング素足で外遊びに出た、サップ。アイルちゃんこんばんはです。こんばんは。スポーツの強豪校文化祭マスクして山の目、あれなんかに、なんかなんて言うんだっけ、酸素不足になるやつ、初心者でも踊られる NNP の曲、なんやろな、初心者けどらしくないとかめっちゃ簡単やと思います。あとはまさかシンガポールとか、そう、三欠三欠、北川賢治とか簡単、やっほー、らしくない簡単でしょ。紙飛行機難しい、人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ、の中を力の限り、難しい曲って言えばやっぱあれやな、カタルシス、最後のカタルシスとか、高嶺のリンゴも難しいな、あとはナンバーイとかですかね。やっほー、カモネギック難しそうですね、けどまだあのフリやってないから、えなってなんの一番苦労したのは、あ、エンドロールもやばかったな、エンドロール、何かをやれまたかかれる、ロール、なみなみなみ、エンドロールはあきら先生に教えていただいて、エンドロール好き？右はできて左できへんとかある？コツ、コツなんやろな、指先まで神経を通すこと。
やだね、エンドロールのダンスめっちゃ好き。嬉しい、嬉しいです。まだね、一番着たかった衣装なんですよあれ、本当に。あの普通に大好きなんですよあの衣装。こんなやだね、エネルギーの振り付け子でできるかな今日左取ってきた。みなさん大好き、ありがとう。なんで今年かわい、ありがとう。昔の違いになる。そうなんですか。家族に呼ばれたのでお風呂入ってくる。いってらっしゃい、機関女性お帰りなさいみんなこうやって入れ替わり入れ替わり そうだ、バースデーのお兄ちゃんに待ち久しぶりですやんって言われて、すごい覚えられてる、自分はずっと見てる。ありがとう。まだミュートくん行ってないじゃんミュートめっちゃ久しぶりじゃない、ショールームやるの。ミュポン、あ、そんなことないの、1週間前いいな、俺ときやっとった。そろそろ難しい、出たひなたんしか見えてない。本当に本当にかな、うん、寒いけどお鍋食べたいけど、ひなたは何、お鍋、お鍋何でも好きやねん、ないなお鍋何でも好き。宿泊ダブルピース、イエイ、ありがとう。こんばんは。トマト鍋、トマト鍋あんま食べへん、食べてみたい。なんか締めのトマト風リゾットとかめっちゃ美味しそう。寄せ鍋も美味しいよね。あっかん鍋、トニー鍋しか買ったもっちゃ好きだけど、推しではなるほどね、うん、トニー鍋も大好き。5人も配信してる。今度女の子と赤から鍋食べに行ける。焼いちゃうわ。火鍋？ないない。何それ。最近しのも確かに最近喋らへん。最近喋らないねこの子。女の子って言っても会社の後輩かい的押しがマジしかの、そうなの、ハッピーセットのシナモン、え、新しいバージョンみたいな追加されてるの。ひなくんは昨日出てきたけどね、夢に。ルイスも、ルイスも、ルイスもどっか行ったルイ君どこ行って、あ、真横におった。ルイだよ。なんとハムラムキーになるピューカで、なるなる、めっちゃなる。
気付けの串焼き屋が特別に作ってもくれるもつ鍋美味しそう。初めて来ましたよ。れいくんこんばんは。れいくんで気にならないよね。るいくんは肩に乗せとかないと。マイパートナー、なんか相方のことなんて言うんだっけ。マイパートナーやんな。今日めちゃくちゃ久しぶりにガーリーの子でした。見たい。絶対可愛いやつよね。そこのお店は何でも美味しい。へえ。りっくん美味しいなります。ビジネスパートナーってなんかめっちゃあれやん。パートナーどっけ。今日明日で1月終わりですよ。はいよって感じでね。トムとチェリーユナがチェリー、じゃあユナがトム。ユナなんの可愛さに初めて来ました。ありがとうございます。配信終わったら放り投げなん放り投げてないです。早いよね。早く暖かくなってほしいね。ゆなちゃんトムやったらジェリーボコボコにされる。あ、そっか。これ1月の思い出。1月はめっちゃショールーム配信したなって感じ。みんなたくさん思い出作れたなって感じ。いろんな話できたし、お話し会とかも楽しかったし、ナンバトルも楽しかったし、まだ終わってない、全然始まったばっかりけど、ナンバトルの練習も先輩方とも仲良くなれて幸せな期間でしたね。そうだね。はあ、かわいいのレッスンなのか。フォーテッドグループの中で1月の配信時間何なのか気になる。配信時間何時間ぐらいやってんのやろ。いいの先輩では誰が優しい。皆さん優しいんです。本当になんかそれぞれ本当に皆さん優しくて、で今年かわいい、ありがとうございます。今年は優しいですよ、すっごく。家の先輩誰が厳しい人いてないんです。厳しい人いてないっていうか、誰やろ。誰なんでしょうね。東くん、プタパラシありがとうございます。たこ焼きくん怖いらしい。何が怖いの。
おもねさんとかダメなところははっきり言って、へえ、ももねさん、何時まで配信？20時です。今日は誰に一番閉まってる？誰やろ。けどやっぱももねさんですか。ピオラ、何が怖いという点滴に出た、点滴。お風呂呼ばれたのでちょっと休憩入っていってらっしゃい。こんばんは、初見です。ん、初見？一番パフォーマンス前のは、一番とかなんかね、先輩やし言いにくいし、皆さんうまいです本当に。それぞれあの皆さんよくてそれぞれの良さがとてもあります。ゆうきくんハートありがとう。そう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 、それぞれの武器が全部盗んじゃいたいと思います。にゃんにゃん。あら、オンライン飲みに行って点滴を打ってからあります。自分がいいで一番パフォーマンス好きなのは早川です。好き。フロンティアとかミックスジュース、ミックスジュースまだだよ。明日ナノンさんありがとうございます。本当に聞きました、聞きました。明日はリカティとアンジの、あ、もう出てますかそれ。超絶かわいいの公演 MC がどうなるか楽しみ。見学は行っちゃダメだと思います。仲いいでしょ天敵さんと。はい、明日だね。ゆってぃたこさんありがとう。そうそう、バトルよ。イングループは叱って、いやそんなことないのでお安心ください。じゃあアーノンさんとのエピソード、アーノンさんとのエピソードね、うん、今日もアーノンさんが超絶可愛かった。でゆなかのその曲中の振りでめっちゃ大移動する移動があるんですよ。でそれ最初全然できなくて、けどなんかだんだん上達していったので、最初は全然できへんくて、あのさなんかツボに入っていつも笑、あのめっちゃ笑ってくれてはって、そのゆなの大移動が面白くて、けどなんか上達してくれた、褒めてくれました。はなさん、足がしびれたんご。ありがとう。なんかユナの語彙力ないですよ。
皆さんの笑顔見てたらこっちも笑顔に嬉しい。明日は配信タイムある。そう、めっちゃタイ出たくて、出たかったんですけど出れなかったので、この思いをアンジ君に託したいと思います。やな、大好き、ありがとう。なんかミラーボールゆる初めてだ、ありがとう。晴れ星ありがとうございます。タイって何するの、秘密です。言っちゃいそうなるけど、いや、テレメンバーはリーダーとマネージャーさんですかね。そう、ミラボの踊りが変わりました。変わったのです。ジェスチャー教えて。ジェスチャー分かっちゃう。ユナナ何でしょうか。けどもしさ C やったらやばいよね。ユナナはマルヒです。あ、あくびしてるうちに。ようちゃんありがとう。ありがとうようちゃん。おちくなりますよ。もったい。イヌナは変ですか。なんかさ、変な子みたい。イヌナ、こんばん、こんばんは、こんばん、トウモロコシ、こんばんは、こんばん。眠くなるよね。自分も昼間横になって寝てた。マイティの配信で爆笑したら遅刻だ。うな、あのエクボ好きやけど、二人本当に嬉しい。ニナの理想はこんな二人幅。ふん。昨日時間しか寝てないからめちゃくちゃ眠い。けどたまに太い幅変わんねんな。痩せたら変わんねんな。痩せたらさ、今末色なんですけど平行になる時もあって。日による。昨日胃が痛くて4時まで寝られ、大変。胃薬飲めました。いつもイナナの笑顔見たくて、コメントに忙しくて手元ばっかり見てて、ちょっと黙って可愛い顔にして嬉しい。イナナの推し名は誰。推し名はココナさんです。でもね、最近というか、あの NNB48 で彼女にしたいなら誰かって言われると、ココナさん以外やったらリカティさんかなって思います。めっちゃリカティさん面白くて可愛くて。皆さんこんばん、こんばんは。しかもおしゃれやし、めっちゃ可愛い。やなん大好き。めっちゃ分かり目ある。あ
あんなお姉ちゃん欲しかったなってめっちゃ思います。早くも負け。ひなってちょろいんかな、ちょろいんかもしれないです。すぐになんか打たれちゃいます。知り合いサイピーさんがリカティさんに落ちる、そうなんや。ユナは永遠にココナちゃん落ちる。ココナちゃん、ちなの声の姉ちゃんいるのって。やばいやばい、 DD やったらジオンちゃん第2号になっちゃう。やばい、なんかね、先輩方のこと知れば知るほど魅力がたっぷりね。また来ました、ピオラヤッホー。え、そうなんや、超 DD やってすごい成長。今度ここなんて何を言っとくんですか。明日ココナさんごそれなです。もうココナさんずっと見守っときます。ねえねえねえ、みんな使ったの DD せざるを得ないよね。確かに。はい、さやちゃんから今さいサイが一緒の、サイが一緒のレイコさん、いやなんかよく、おお、ピオラやもんね。ココナさん DD 嫌いですか、すごくバカで、もうココナさんしか勝たんです。こんばんは、やな大好き、ありがとうございます。久しぶりに来たら、え、ほんまに久しぶりやと思ってました。どこ行ってたんですか。やな大好き、え、明日劇場見に行くんですか、いいな。え、明日バトルやけど見に行ってもいいのかな。僕はユナちゃんしか、ありがとう。ピオラはユナしかですよね。ピオラさんはユナしか、ユナしか見ちゃダメですよ。ユナもクボクシーなので。うん。えへへ。ピオカに右足。なんなん、楽しい。ピオラ名乗るからに言うなんですけど、嬉しい。僕はピオラですから。ピヨピヨ、こんばんは。ピオラが他のこの男にいてたらどうなる。どうしようかな、拗ねます。ユナくん拗ねます。ユナラブレター、配信
はじめまして。コナちゃん握手会の時さっき隣のレアン持ったやろって言って、いい7期生だけで5番目3人めっちゃ出入れってなんなん、誰でも確かにそれは間違いない。コア君とはパクパク同盟組んでるから大丈夫です。コア君は大丈夫。ワイは八つ橋に、わし八つ橋四つ橋みたい他のとこ行ったらピヨコ立ち入り立ち入り禁止、厳しい厳しいピヨラ厳しい。何時視聴してたの？同時視聴して、ちなみに寝ちゃってた？で、怖く見に行ったって。シュンナのところにも行ってみたい。まさかシンガポール。厳しいことやるくらいなな、えななにか、うれしい。ちょ。やっほー。15分ぐらい記憶ない。コア君とユナ君、パクパク同盟ですよ。パクパク隊。ごめん、ユナちゃんしか見えない。うれしいな。ワイはこれから出入りか、ん？ピオラですよね。まあとりあえずね、 NNP はね可愛い子がいっぱいあるから、まあ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 可愛いとか思ったりいいなと思ってもらえる分には全然大丈夫ですけど、推しはユナだけで。食べるパクパク、はーい、ね、みんな可愛いよねめっちゃわかるわかるわかります。ショールームはほぼユナなんしか見てない。そんな重たいところが好きです。まあね、ユナがショールームやってない時間の間に他のねこのねショールームを見るのは全然大丈夫です。でも、ユナのが始まったらユナのとこに戻ってきてくれたらユナはそれで幸せです。なんでこんな熱く語ってんねんな。はーい、なかなかの釣りしてて、ひなのもこの圧に入りたい。いやー、ひなの始まったら紅白やっててもピュアラ発信ありがとう。やった、今日テストね、お疲れ様。土曜日なのによく頑張りましたね、お疲れ様。いなくん、うちはいつ触れる？全然あのショールームのやってる時前でふ、ま、前でさ配信見ながら全然振ってもろても大丈夫です
ゴーゴーセブンズ。あくび、あくびちゃん。めっちゃ大きいあくび。見えてるの？見えてるよ。見えてるよ。みんなの顔画面の底から見ててるからね。東くん、かわいいありがとう。りゅうじくんもハートありがとう。最近あくび確認。あくびひま。頭にみかんを乗せて鏡餅？カッパの横側にいてたもん。失礼な。失礼だよ。アクションダイヤモンド知ってるよ。釣られた、こんばんは。こんばんは。もうこれから一生じゃ、あの横向いてあくびしない。カッパに似てるって言われた子。スムージー美味しそう。じゃあ今私は何をしてる？ユナの顔を見ながらにやけてる。当たるでしょ。あー、首が止まらない。多分可愛いカップ、可愛いカップとかおる？なんかカッパって、カッパってさ、実際に存在してるの？え、カッパって言ってたっけ？大体やってる、大正解。じゃあ僕は今何してる？頑張って真顔を保とうとしてる。合ってる？2時間ずっとニヤニヤしながら見て。ありがとう、またありがとう、またあつ森かい。ひなかっぱ、いやだいやだ、かっぱ。ひよこがいい、ひよこ。ゆなぴよなんだ、真実。バキュンバキュンバキュン。ミュウの配信で、もうミュウと終わった、まだやってるの？じゃあ僕はお風呂上がり、今何を食べてる？アイスクリーム。ニヤニヤしすぎて嫁さんに欲しがられて。何何？今かゆな見てニヤキンよね、マガオ耐久です。ゆなも笑っちゃった時ある、画面見ながら。だいたいミエとのラインは毎回笑って、キモがら、キモがられちゃってんの。嬉しい、ゆなも。ニコ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 。ほう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 。シャオシャオ。後ろのキティちゃんが怖くて可愛い。ほんまやな、あの扇風機やからさ。今はぼーってしてます。配信見ながらニヤニヤしてるおじさん。え、いいと思いますよ、ニヤニヤ。おこおこよりもニヤニヤの和田美優、4000人以上の人が見てる。すごい、和田美優さすが。ゆなくん3000。夜からお風呂から戻りました。おかえりなさい。
まあ、大事なのは人数じゃなくてどれだけ多くピュアラーさんが見てくれてるかですよね。ピュアラーさんしか勝たん。もう逃げた？こんばんは、ピュアラー。セクシーショット、嫌なもんしようかな。セクシーショット300人分ぐらいの愛を持ってきてありがとう。和田美の比べを見た。みんなもひっそり見てるんちゃうか。なのね、シャルミがちゃん、楽しい、ありがとう。小学生、ひどいひどいひどい。みんなあかんって言ってる。ひなたのグラビア見たくないって。ねなん大好き。旬になったらね。二十歳ぐらいなら許される？二十歳。な結構さあのなんやろなあのさ水着が似合うっていうかあの。よくさ、水泳選手の肩幅って言われるね。なんか水泳やってたって。だから結構さ水着好きやねんな。純粋になったらまだ見ておきたいって。スクール水着いつもビキニ流行った。小さい頃からビキニ。20歳超えてもお兄さんやるじゃないよ。海全然行かない。東くんくましありがとう。くましゃん、ネラに海はあれ間違いない。いやなんだいつきありがとう。今日は手こ出しゆなくんです。なのビキニ見つけてクラブやデビュー宣言。いやいや全然あの何年後って感じと思いますか。ゆうちゃんかわいい、ありがとう。でへでへでへ、ウーバイツ、あれならだなぜフフ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 
アイドルやってなくてバイトしたい、バイトってなったら何やってたかな。けどやっぱお洋服とか好きやからそういう系とか、なんかパティシエさんとかいいと思うよ。メイド喫茶？飲めない。なるほどね、売り子さん、売り子さんめっちゃ、売り子さん大変って聞きますよね。重たいビールとか。うん、図書館の受付したい。うん、図書館大好きなんですよ。ゆうちゃんハートのサレンダーありがとう。憧れる図書館。あのなんて言うやらな、なんかあの図書館のさ、あのバーコードのピッ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 ってめっちゃ楽しそう。図書館行きたい。図書館の、図書館の受付の人になりたい。会社はバイト店舗集してるけど面接落ちるからか、面接落ちちゃうのはアイスクリームのリグ。すごー、溶けちゃうわへん。昔本屋さんの、絶対楽しい本屋さんのバイト。図書館の人って頭確かに良さそう、良さそう。お疲れ様、今の普通に飲食店いらっしゃいませーって言ってご注文お伺いします、ご注文お伺いしますって言って、やった、これがご注文お伺いします。オムライスお一つでよろしかったでしょうか。スマイル、はい。スマイル、はい。なちゃん陸上自衛隊すごい。ゆうちゃんブラボーありがとう。もいもいきゅん、もいもいきゅんってもいもいきゅん。ひょうちゃんありがとう。ブラボー自然な笑顔がやった。こんばんは。マイセルフいっちゃう？どうしようかな今日は。いきます。もえ、あ、ハルボーさんのめっちゃミラーボールが来た。じゃあ今ミラーボールが来てる間にマイセルフいきます。3、2、1、4。え、チューしたいって、おでこにならいいよ、チュー。パントマイム、はいはいはい。何しよっかな、歌おうかな。
いやーってきた。ありがとう、はるぼさん。ミラボール。やっぱり中学生はどこにいる。冷静なコメント。いやんちゅ、こんばんは。ちは20歳になってからのお預け。ミラボール眺める世界、ありがとう。アルボーちゃん、こんばんは。おでこ中広いからな。1、2、顔のさ、え、これ普通なんかな、顔の3分の、ちょっと待って、なんか5分の2ぐらいでこな気がする。1、2、1、2、3、4、5分の2やでこ。よしみつさん、ありがとう、ありがとう。貢献ランキングナンバー、うれしい。フォローしました、ありがとう。そんなゆななに毎日チュースされたいというあなた、ゆななラブリタイトル。4割。こんばんは、今来ました、アーティクヤッホー。倒しの人がユナナの笑った顔は声が、え、けどなんかね、昔から言われます、鈴木梨央さん似てるって。嬉しい、鈴木梨央さん可愛くて大好きです、嬉しい。今来ました、じーてこたちですよ。かっさん、ゆめちゃん、ありがとうございます、ありがとう。 Thank you thank you thank you thank you。 カーナムが猫、いやいや、3分の1ってほんまに。ちなまるくん、豚バラさん、ウール行ってき、え、もう行っちゃうの、うん、ゆっくり使ってきてね。こんばんは、知恵の子自身続くヒット、それがね、あんまりないんですよね。ちてぬくちち、うちてぬくちち。ゆめちゃん、初め、初ね、おしめ、ほんまに抱きしめちゃいけないとき、もうめっちゃ、ゆめちゃん、かわいいってなりました。なちゃんの配信終わるまでもでも買いました。こんばん、ピオラ、こんばんは。あの、抱きしめちゃいけないの PV、ほんまに大好きなんですよ。なちゃん、眉毛濃いんかな、定期的に立っておかないと忘れて、確かにそう思い出したんですよ。うちてぬこつち、うちてぬこつち、いやなんておち、ありがとう。そう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 、タコさん、あれ名曲、チューチュー太郎、チュー太郎、あれの、けど抱きしめちゃいけないのさ、 PV のさ、味噌はさ、あれですよね、一回も止めずにやってるっていうのがすごい。一番好きな場面は、空色のワンピースは
のとこが好きです。あの空色のワンピース着てる時、伝わります？知らない人わかんないですよね。みやたんの配信終わったのに戻ってき、あーもうおかえりなさい。さてこっちに集中。ね、ノーカットほんまにすごい。じゃあ水玉ワンピー、水玉ワンピー、リュウジ君、だるまさんありがとう、こんばんは、こんばんはピッピ、こんばんは、こんばんは、こんばんはピッピ、今日なんか旅ねお疲れ様。水玉のワン、あの水玉、ちょちょちょ、水玉ワンピースっていう昔イナが作った曲があって、そのことを言ってます。水玉ワンピース、あら空色のワンピースやったけど、ピザ食べたいピオラ、こんばんは、こんばんはピッピユッティ、だるまさんが転んだ、ありがとうございます。今度ユナタンおすすめのコスメ教えるね。ピスマン食べたことないな。豚まん大好き、ガガガガハラヒン、ガガガガイチ、ゆーちゃん、だるまさんがこれ、ありがとう。ドミノピザ食べた？美味しかった？午後一の歌めっちゃいいよね。これの MC で可愛いピザの待ってるよ。はい、午後一の歌のさ、途中のさ、ガー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 ハーライ、あっこの声はユナも録音してるんですよ実はなっちゃん洋服の先生あるよ、あるはずユッティタコさんありがとう。そう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 、言ってよかった、これ。この後ピザを当てにするビール飲む？そうそう、ゆうちゃん、ハートありがとうね。ちゃんと聞いてみて、ゆなの声を探し当ててね。黙っておく。だいぶ前にここに始め、この間ママが大阪行った時間違えて551の蓬莱、なんかもう一個なんか蓬莱っていう店あるの知ってました？あれママが551やと思って買ったら間違えてそっちやったらしいですだから本当はさ、豚まん食べて配信しようと思ってたんですけど、違う店だったのでやめときました。やな大好き、ありがとう。高校生のさ、ちまき大好きやね、昔から。えなちゃん、明日の配信どうしようかな。どうしましょう、明日配信時間。ちょっと最近寝不足なので、ちょっと
皆さんね、ちょっと寝ます。ちょっと明日遅めにしましょうか。明日はみんなお休みかな。今何時？うん、なんかやでこかいで。48分か。何時でもいい。どうする？10時から明日バイトか。そう、平日はさ朝しかできへんけど、え？ハルボーさんこれでいいの？アバター、ちょっとアイドルらしからぬアバターなんですけど。まあいっか。変えてくれるの？なんじゃこのかわいいひよこ。2度目のかわいいのにしたので優しい。もう終わりとか早すぎ、ほんまに。それな、かわいすぎる。なんじゃこりゃ。ちょっと早く入れて。まあまあありがとうね。みゆちゃんとこで同じアバターで同じ名前を見たのは多分どういうこと、どういうこと。めっちゃ可愛いひよこ。今日もピュアラハウスは平和じゃのやろう。もうすぐ終わりみたいけども、あ、高速お疲れ。ほんまや、あとピュアラつけてくれて嬉しい。ありがとうね。ひなちゃんもすぐまで配信できるね。それな、ありがとう。ガガハラヒガガガガハラヒガガガガヒチガガ
これで僕もいなくん、さやで、いなくん推しね、キュウナイ今日見れたよ。できたよ。ゆなくん壊れたかと思った。じゃあ読みますね。13位しょうさんありがとうございます。12位ゆきなちゃん、ゆきなちゃんありがとう。11位なべちゃん、なべちゃんありがとうね、なべちゃん。10位はしんくん、しんくんありがとう。9位はとりあえずさん、とりあえずさんいつもありがとうございます。また直前で団長ってコロワンありがとう。8位はマミさん、マミさんいつもありがとうございます。7位おつまくん、おつまくんいつもありがとう。6位はゆうちゃん、ゆうちゃんやっほー、ゆうちゃんありがとう。5位まつ、まつありがとう、まつ。いいわ、ちちせいろさんありがとうございます。そしてサインはドドン、東くんありがとうございます。そして2位はドドン、あ、なんかようちゃんアバター変わってる、ありがとうようちゃん久しぶりって書きました。そしてはやる1位はドゥルルルドン、たこ焼きくんありがとうございました。パチ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 、また遊びに来てね。どうまい？画伯。ゆなな、私の妹と同い年で誕生日し、すごい運命。パチ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 。ハルボンさんありがとう。見て、小さく書いた名前。うん、なんかさ、ママはさ、さっきさ、あのちゃんと実際の名前も言ってあげてねってことやったらしいだからたこ焼きくんならオッケー、春坊さんってちゃんと書いてるしね。コメント拾ってくれたよ、もちろん。クマの再現高いでしょ、なんなん画伯。アイスターちゃんだけもありがとう。名前違うが厳しい。チョコ機能します。スクショ？オッケー、ちょっと待ってね。今日も好きが増して嬉しい。はい。スクショタイム。今日 NNB オンラインショップの会員登録完了してありがとう。1月のフリースタイル生写真可愛く飛んだり、ありがとう。ジェミニーポーズ、これか。下か気になる。ゆなく寝ぼけてる？いい顔してる？
明日何配信にしようかな、考えてきます。何しようかな。またブログ楽しみにしててくださいね。かわいすぎ、ありがとう。ブログの仲間で本当にして、楽しみにしてるんだから。今日もありがとう、めちゃめちゃ嬉しい。前のブッキーとコメントしたことある？ありがとう。今日もみんなスキップでした。ブログとかめ悲しいよ。ブログのコメントよかったらしてね。 You are so cute ゆなちゃん、 Thank you。 今日も一日お疲れ、ありがとう、バイバイ。明日も配信しますので、1月ラスト見に来てくださいね。明日スペシャルゲスト登場するかも。夜おやすみ、バイバイ。おやすみ、ピーちゃん、おやすみ。ドローン。